おはようございます、ダーマスです。ということでね、今日は減量期でまあ5ヶ月ぐらいかな、約7月から始めて、まあ体重もねぐんぐん減ってきてて、まあそんなね体重を減らしていった減量期の1日に密着したいと思います。という感じで早速ね朝飯を食っていきたいと思います。腹減った。それと嘘つきました。朝飯食う前に空腹状態で有酸素をしにジムにね行きたいと思うんで、ちょっと着替えます。やっぱジムね、今の時期冷房で冷えてるんで寒いんで、最初やっぱ汗はかきたいんで長袖長ズボンで行きます。で、有酸素中に飲むやつというかドリンクを作ります。あとグルタミンね、起きたばっかりでね体が枯渇してるんで、あとシトルリンアルギニン、これはね汗もかきやすいんで、まあ、より脂肪燃焼できるかなって感じ。これを水で割って、ね、一口二口飲んでいきたいと思います。で、さっきコップ一杯の水を飲みました。はい、ということで帰ってきて、飯を食います。で、昨日作り置きしたねハンバーグがあるんで、それを食べます。はい、という感じで朝飯ができました。筋肉ハンバーグと米の上に温泉卵2個、いただきます。この筋肉ハンバーグの作り方はね、またサブチャンネルとかであげます。ぜひね、そっちもチャンネル登録してください。うまっ。びっくりドンキーよりうまい、ワンチャンな。うまっ、くそうまっ。やっぱこのね、朝一腹減った状態で速攻飯食いたいところなんだけど、そこで有酸素をしてさらに空腹状態を高める、で飯食う、これが最高。もちろんね脂肪燃焼効果もあると思うんだけど、それよりもこの幸福度が味わえるんよ。うまっ。でキンキンに冷えたお茶、最近は黒豆茶にハマってます。うまいな。はい、ということで食のサプリメントでバイタスマルチビタミン飲んでいきたいと思います。で、これはね1日4回毎食をね取ってます。これはマルチビタミンなんだけど、何がいいって亜鉛とマカも入ってるから、それが優秀なとこなんだよ。マカとかさ、多分こう燃える感じのイメージあると思うんだけど、ほんとその通りで、まあ、減量期、まあ、増量期もなんだけど特にねおすすめで、まあ、ダイエットしてるとさ、いろいろ食事が偏りがちだけど、こういうの取っときゃ、安心、これでいいから。で、このねビタパワーね、今 Amazon で 15% オフでセールしてるんで、多分2000円ぐらいで買えるんで、120粒も入って2000円はかなりお得だと思うんで、まあ概要欄載せておくんで、ぜひねチェックしてみてください。って感じで、ちょっとねもう汗がやばいんでシャワー浴びてきます。やった。はい、で今ね風呂入って、まあこう1時間ぐらいいろいろ編集とかしてたんで、小腹がね減量中すく時とかはこういうねアーモンドとかを、素焼きのアーモンドね、これは揚げてあるとダメだけど、素焼きのアーモンドとかを食ってます。一つかみぐらいね食べてます。アーモンドは結構取るようにしてて、まあ、これコーヒーなんだけど、アーモンドミルクをね入れて飲んだりしてます。だからね、腹減ってやばいっていう時とかは素焼きのアーモンドおすすめなんで。はい、ということでトレーニング前の食事というか、まあカーボで塩大福買ってきました。で、これはねトレ後に食いたいと思います。もうちょっと早急に筋トレしたかったんで、まあトレ前の食事はこれで。うん。で、トレーニング前にねいつも飲むドリンクがあって、まずバイタスのクレアルカリンね、これを9錠飲みます。これはトレーニングの30分前ぐらいかな。で、これローディングが不要だから、もう最近は俺はねこのクレアルカリンばっか、これをとりあえず水で飲んで、今飲んだのはパワー系、まあ瞬発力を出すためのまあサプリメントで、次に飲むのが朝の有酸素前にも飲んだこのシトルリンアルギニン、これを飲むことによってよりパンプ感が増すね。血液を送り込んで発汗させて、血管とかもねパンパンに張るようになるんで、でそうなってくるとおのずと筋肉も張るんで、まあこれをまた一杯でシェイクして、このなんかね筋トレ前になんかルーティーンというか飲むサプリメントとかも決めておくとモチベーションにつながるかもしれない。なんでかっていうと、もうこれ飲んだらもうやるしかないんだっていう、そういう気持ちにさせる。だから行きたくない日とかはとりあえずこれ飲んじゃえみたいな、飲んだから行くしかないよねっていう、この思考にしてしまう。これ結構ねおすすめです。ほんとやる気ない時とかはなんか一つ決めておいて、このクレアルカリンにしてもシトアルにしても、だってこれもう飲んじゃったら行くしかないじゃん。うん、
これ飲んでオフにするみたいな、そんなもったいないというか、なんか体になんかちょっとなんかドッキリしてるみたいな感じになって、ちょっとあれじゃんね。くーあ、これもね、さっき言うの忘れたけど、セール期間中が8月29日から9月4日までやってるんで、まあすべてね、概要欄に、商品載せておきます。よし向かうか。はい、ジムに到着しました。で、今からね、ストレッチとトレーニング中に飲むドリンクをね、作っていきます。とりあえず水に家入れてきます。水単体よりも美味しいものをね、僕は飲みたい人なんで、うわ、ちょっと足りんかもしれんな。なくなっちゃったやん。ミスった。あと塩入れていきます。ジムに塩のミル持ってきてる人おるかな。じゃあストレッチしていくぜ。ということで今日は背中トレやっていきます。久々にね、このフロントラットプルダウンから、背中トレはねめちゃくちゃ体力使うから、さっき食ったものを全てね消費するイメージで全力でやっていきます。メインセットは20キロプレート3枚でいきます。うん、10回前後。ということで1種目目ね、さっきのやつ4セットやって、次2種目目ね、ラットプルダウンのパラレルグリップでしてやっていきます。まあどの部位でもそうだけど、ストレッチ収縮が大事なんで、まあ多少ね反動は使ってもいいので、重いやつでやっていきます。この羊羹を食ってます。でプロテインはね、ちょっと水を入れてくるの忘れたんで、ちょっと家帰って速攻プロテイン飲まんにゃ。これ肩ぼってまうぞ。トレーニング後のゴールデンタイムっていう話聞いたことあるじゃん。しかも有酸素もやってるからだいぶ肩ぼってる。ちょっとミスったな。早くプロテインが飲みたい。はい、帰ってきました。速攻プロテイン飲みます。いやー肩ぼっちゃうわ。バイタスの給油やし、これがトレゴスッキリ爽快電話すぎる。これを飲まにゃ筋トレやった意味がないとまではいかんけど、まあそれに等しい。でグルタミンも入れてしちゃうぐらい。じゃあそれは取って正解なのか否かっていう問題が出てくるけど、早く早く。ちょっと泡立つんでちょっと待って飲みます。やっと飲めるぜ。うん、うめえ。俺キウイね、普通の生のねキウイは食感があれで好きじゃないけど、このプロテインのやつはうめえんだよな。なんか酸味もちょっと相まって。ということで汗めっちゃかいたんで、ちょっとまたシャワー浴びてきます。さあ行くぞ。おいおいおい、
これが食いたくて今日は俺トレーニング頑張ったんで楽しみ。これが潰しイクラと炙りサーモンと卵黄が乗ったここを、うん、まバカうま、うん、うまうますぎマジうめえわ。頑張ってよかった。今日トレゴの有酸素をやらなかったらこのうまさは味わえなかった。やっぱね、減量中でもね、小さい幸せってあるから、そういうのをね、いかにその幸せと思えることが大事かな。当たり前のようで当たり前じゃないから、うまっ。はい、ということで、帰ってきてシャワー浴びて寝る前にラストね、プロテインを飲んで、終わりたいと思います。いや、さっきの海鮮丼うますぎたな。はい、こんな感じで、まだね、減量は続くんで、絞り切るまでやっていきたいと思います。ってな感じで、バイバーイ。